いやー、私最近仕事頑張ってるな。これはもう慰安旅行とか用意されててもおかしくないレベル。今回もちゃんと仕事を見つけてきてやるぞ。この人の話聞いてるんですかね。これは、何ですか？経験豊富なサンタクロース？サンタの経験豊富な方お待ちしています。サンタの経験なんてないんですけど。いやでも日給10万円で週休2日制だぞ。え、まあ適当に配達の仕事はしてたとか言ってさ。そんなんで、いいのか？本日プレイしていくゲームはドントドロップザケーキ。マウスでバランスを取りながらケーキを落とさずお届けするゲームだ。途中ホラーな演出もあるから、苦手な人は注意してみてくれよな。発売日は未定。今回はプロローグのみをプレイしていくぞ。いや、BGM はこれで合ってるの？あらら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 、今日も私のバイト先に付き添いありがとう、マリサくん。よほど暇なんだね。まあ暇か暇じゃないかで言ったら。暇ですね。マリサも働こう。いや、それにしてもなんで箱に入れて運ばないんだよ。なんでこんな落っこちそうな状態で運ぶんだよ。知らないのかい？霊夢、サンタさんはケーキを子供たちに箱なしで手渡してたんだ。絶対それ中身お父さんだからな。夢のないこと言うなよ。っていう係にもこの仕事ホラーだろ。こんな間抜けな BGM 流してていいのかね。おーおー、とっとっと、危なく落としところだったわ。進めないんだけど。そりゃ壁にぶつかってるもん。ドアの幅に合わせて進むなんて。大抵のドアそうだよ。ふう、ケーキ持ってたらサンバ踊ることだってできやしない。この状況でサンバ踊ろうとしないで。っていうか依頼主はどこにいるのかしら。普通玄関で受け取ってくれるものなんじゃないのかしら。息子にはやっぱりサプライズしたいじゃないか。という依頼主からの希望だ。知らない人がケーキ持ってくるなんてホラー以外の何者でも。絵画が落ちただけよね。絵画が落ちただけだな。絵画くらい玉に落ちるものよね。猿も木から落ちるっていうしな。絵画だって壁から落ちることもあるさ。こんなにたくさんの絵画があるんですもの。そのうちの一枚が落ちたってただの偶然に過ぎないわ。これは霊的なあれではない。ただの偶然でしかない。よーし、あそこが息子っちの部屋かな。いや、それとも娘っちかな。いや、それとも卵っちかな。おもんな。いや、この家どんだけ広いんだよ。そりゃお前日給10万のバイトだぞ。依頼主も金持ちに決まってんだろ。私が壁に足をぶつけただけよね。間違いない。壁に足が当たったんだろう。天才も壁にぶつかるってね。入ってまーす。いや、入ってるのは向こうなんだけどな。いや、マリサ、そういう概念にとらわれてはいけない。こっち側がトイレって場合もあると思うの。随分でかいトイレだね。よし、今度こそも。ボボ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 ボ。あ、危ない危ない。息子っちの泣き顔なんか見たくないからね。いや、娘っちかもしれないし。卵っちではないからな。さすがマリサ。お前が言いそうなことなんてお見通しだぜ。いや、まだなの？まだつかないの？私ちょっとバカしてがプルプルして。これは。透明人間がいるのよね。間違いない。透明人間がいるな。じゃないと説明がつかないもの。きっと私がケーキを落としそうになったら助けて。今のは。何だったのかしら？ちょっともう偶然では説明できないことが起きたな。もしかしてここ幽霊的なものいるな。まだそうと決まったわけじゃない。停電かな？ああ、これはブレーカー落ちました。息子っち監禁でもされてるの？学校から帰ってきて毎日この道を通って部屋に行くの？っていうか、こんなん開示なら借金がチャラになるレベルだぞ。霊夢さん、フラフラしてます。なんで私はこんなこと日給10万でやってんだよ。霊夢さん、フラフラしてます。そりゃフラフラもするさ。ここから落ちたら日給なしだぞ。日給どころか命すらないです。マリサさん、冗談はやめてくださいよ。もう冗談じゃないです。無言で、無言で落ちた。あの子はラリア、臆病者のマリサが最後の最後、私のため。いや、勝手に私のこと殺さないで。いや、なんかそういう流れかなって。これ結構頑張って作ったのに5秒しか尺持たなかった。どこに労力かけてるの？いいから集中してケーキ運んで。絶賛集中しまくってます。石田のおっさんがきっと見守ってくれている。石田のおっさんかな。石田のおっさんは無言で落ちたんだよ。それにお前さっきからちっとも驚かないじゃない。あら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 、危ない危ない。っていうか、なんか途中の驚かしより、このケーキを落としたら最初に戻されるのではないかという恐怖の方がある。確かに今までの工程をまた踏んでこないといけないとなると、そっちのがよっぽど怖いか。息子っち、あと少し、あと少しでクリスマスケーキを届けられるからな。ちょっと早くね。誕生日ケーキなんじゃね。ろうそくも4本。きっと4歳なのね。ハッピーバースデーツーユー。あ、ろうそくに火を灯さない。まだ続くの？もう私の腕はプルプルなの？息子っち、あなたが息子っちなのね。4歳の誕生日おめでとう。あなたにサプライズでケーキのお届け物よ。え？っていう夢を見たのよ。まさかケーキじゃなくてお前が食べられるとはな。あ、あいつは夢に出て。あ。なーんていう夢を見たのよ。お前眠りしすぎだろ。でもあいつはなんかまずい気がするのよね。きっと夢のお告げよ。あいつには気をつけろっていうね。霊夢、とにかくドアを閉めた方がいいんじゃないか。私が一番そうしたいと思ってるわ。で、このボタンは何なの？これで扉に鍵をかけた子、思いっきり開いてるんですけど。ケーキをで。なあ、なんかここ最近同じ夢を見るのよね。いつも花が出てきて。そうそう、マーガレットの夢。マーガレットの夢占い、夢占い。マーガレットの夢はもうすぐあなたに純粋な恋愛がスタートする暗示ですって。でも入れてやーらない。鍵もかけちゃう。自ら純粋な恋愛がした。
マーガレット怖い。それな。何なのかしらね、あの花。羊？ここの羊まだいた。なんで羊が息子っちにケーキを届けるのを阻止するのかしら。怪しい。あいつ本当にここの羊か。後をつけてその花の皮剥いでやるわ。この先を曲がっていったわ。おっと、距離感がつかめていないようだ。大変失礼いた。ケーキ落としたら顔面叩かれるってひどくない。このバイトが終わった頃にはお前の顔はボコボコになっていることだろう。ていうか羊さん、どこ行った。なんか矢印が書いてある方に進んではいるけど、これは穴じゃないわよね。きっと息子っちの部屋を案内してくれてるんだよ。壁に矢印書いちゃうなんてダイナミックな親御さんなのね。そりゃ金持ちならそんな細かいこと気にしないんだろう。行き止まりなんですけど。この足音は。羊さーん、違うんです。私怪しいものじゃないんです。いや、相当怪しいやつだけどな。わかった。さっきのランプ、きっと各部屋にボタンがあるから全部押さないとあの先には進めないのよ。ああ、だから一個だけ緑色になってたのか。おそらくそういうこと。急げ急げ、羊さんに見つかる前に。もっと羊さんだ。なあ、アンテハプニングはあったけど。まあこんなことも普通なことよね。普通じゃねえって。お前この変な屋敷。わーお。あ、なんかすみませんね。会議中でした。あ、こっちのことは気にせずどうぞ続けて続けて。めっちゃ気になると思うんですけど。じゃあ本日の議題は、この屋敷に来た人間をどうやって驚かすかだ。3年間気ばかりじゃ飽きてきただろ。なんか裏の話話し合ってる。ちょっと聞いちゃいけない話だったかな。途中の鉄骨も甘くないか。いっそのこと紐にでもしてみるか。紐じゃ無理だよ。あ、すみません、なんでもありません。息まで止めてたのかよ。だって息遣いでバレるってことあるじゃないですか。クアリーや雲のサマーキャンプだったら絶対息遣いでバレてましたから。そのネタ誰かわかってくれる人いるの。まあそれは置いておいて、ボタンを全部押し終わったぞー。おい、走るなって。これが走らずにいられますかってんだ。はい、徒歩で行きます。そうそう、確実にな。ていうかこれもう絶対息子っち監禁されてるってことでいいよね。檻で閉じ込められてるってことだもんな。私大丈夫。この事実に気づいた私もここから出られないのでは。ああ。ありえるかもな。しかも何このボワーって音。ごめん、間抜けな BGM でよく聞こえない。こんなん走って逃げるしかないですやん。あれか、あれがついに息子。いや、しんま、さあ。いやでも息子っちの部屋がすぐそこだっていうのに歩いてられるか。落とすから歩きなさいって。息子っちに送ります。あ、息子さんですか。すげー。いやー、随分大きい息子さんだこと。いやあれ絶対息子っちじゃないって。あ、顔面と頭部の衝撃ダブルパンチですわ。あ、このケーキが欲しいんですね。そうなんですね。いやでもあげませんけどね。息子っちへのケーキの配達を心よく思わない。おぼぼ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 。落としてきたケーキの数考えたらこの人たちにもあげられる。うわー。あ、危ない危ない。ちょい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 、床が離れちゃったんですけど。からくり屋敷かよここは。あ、もうこれ終わったな。殴られるのをただひたすら待つという地獄。壁が離れる前に飛び移らないといけなかったのかな。もう少し早く走らないといけなかったのかな。でもケーキ持ったままですし、早く走るって言ったって限度がありますよ。おーん、壁が、ついた。なんかわからないがずっと後ろに戻るボタンを押しておいてよかった。もう 90% 殴られる準備してましたけど。扉が、エレベーターになってる。どうなってんだこの屋敷は。金持ちの考えてることは理解できん。ここは？まだ続くっていうの？え？あ、もしかして息子っち？息子っちに送ります。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーツーユー。息子っちも、人間じゃなかったんだな。どうぞどうぞ、ここまで苦労しましたよ。それじゃあ誕生日、おめでとう。いやどうしよっかなー。お前意地悪してないで早く渡せって。あ、ごめんごめん、ちゃんとあげますから怒らないで。息子っちていう、なんかとんでもない屋敷でした。まあ無事に届けられたってことで報酬は出たけどな。よくやった、順調に借金は減ってるからな。順調なのか。